全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、タナです。本日はノブさんのキャンプ道具ベスト10を行います。で、ノブさんはなんか普段こういうなんかこうブッシュクラフト系のスタイルが多いんですか？まあ、そうですね。基本的にあんま荷物持たずに、荷物持たず、はい、バックパックで、そうですね。じゃあ今日もそこの後ろのバックパックに入れて持ってきた。そう、もう出してる荷物は全部ここに入ってるものだけでやってます。キャンプ歴としてはどれぐらいなんですか？キャンプ歴は4年ぐらいですか。4年ぐらい、はい。最初からそのもうブッシュクラフト寄りだったんですか？いや、最初はなんか5年前ぐらいにアパレルとなんかコラボしてる時代があって、アウトドアブランドがで、アパレルが好きでなんかテントとか買ったんですよ。あ、なんでなんかあんまりキャンプとかやってなかったんですけど。なるほど。でとりあえずなんかいろいろ集まっちゃったんでキャンプやろうかって言って、うん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 、その時代はもうめちゃくちゃ出してました、いろんなもの。ああ、そういうことですね。まあ、ちょっとこう重装備というか。そう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 。なんでそれがもう疲れてきて、うんうん、なんかだんだんシンプルにしようと思って、うん、でだんだん荷物が減ってって、まあ、なんかこんな感じ。でノブさんはそのインスタグラムで、まあ、今回お声掛けさせていただいたんですけど、はい、SNS インスタグラムを中心にこう投稿されてるって感じですかね？そうですね、まあ、基本的に、まあ、気が向いたら出すみたいな。はい。本職はなんか何系なんですか？本職はなんかウェブの制作とかそういうのを、はいはい、の会社をいろいろやって。あ、そうなんですね。はい。じゃあ休みはまあ比較的自由にみたいな。そうですね。なんで平日になんかキャンプ行くことが結構多い。あ、そうなんですか。はい。ここのキャンプ場は初めてですか？ここは初めてです。初めてですね。はい。普段なんかよく行くキャンプ場ってありますか？まあ、以前は結構道志の森とかが多かった。道志方面がまあ結構多かったです。はい。今は週末はだいたい友達と山をちょっと2年前ぐらい、はい、サンリオ購入して。山買ったんですか？買いましたね。山を、はい、2人で。2人で。なんかでっかい山ですか？いや、そんなになんか、まあ山の一部の山林なんですけど、はい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 、500坪ぐらいで。おー、自由に使えるみたいな。そうですね。インフラ何もないんですけど、はい、まあ、野営するみたいな。へー。そういう感じで、まあ、なんか徐々に開拓してってる感じですね。うんうん。はい。その500坪は結構こう木が生い茂ってる感じですか？あ、そうです、もう森です。あ、じゃあもうこれどころじゃないってことですね？じゃないです。あー、ってなると、まあこれ貼るだけでもちょっとスペース探すなって感じですよね。あ、でもこれぐらいはいける。間引きもしたんで。あ、自分で切ったんですか？そうですね。なんで、まあ結構広くなったんで、うんうんうん、まあ本当、まあ、ソロテントだったら多分15張りぐらいは。あ、そんないけるんですか？いけるような感じ。へえ。それはもう完全にプライベートだけで。そうです。あと友達集めて、はい、ちょっとなんかソログルやったりとか。へえ。なんかまあ自由に使えるようにっていう。そこ行きたい人いたらこう連絡来るかもしれないですけど。そうですね、あのそれはちょっとって感じですね。一緒に行けるんであれば全然ウェルカムな感じなんで。そのキャンプ仲間は、はい、まあ、元々知ってた人たちが多いんですか？それともなんかこう SNS きっかけに知り合ったとか？基本的にはもう元々の知り合いで、はい、うん、なんか最近キャンプ始めた人も多いんで。あ、周りでですね、はい、やっぱ多いですか？多いですね。増えてきてますか？多分もう本当に2年前ぐらいからドドドって増えた感じがします。まあ、でも僕よりも先に始めてる人も多かったので、うんうんうん、なんかまあ山行こうよみたいな。あ、静かなんで、とりあえず。で、他にお客さんもいないし。確かに。設営も撤収も焦んなくて済むし、うん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 、なんかやっぱ自由なのがいいです。なるほどね。多分こう、あの動画見てる方でこう山を買ったとかっていうのは、はい、多分なんかすごい聞きたい人がいっぱいいると思うんで、うん、ちょっとあの答えられる範囲とは、はい、あのどうやって探したんですか、山を。ネットでひたすら探して。ネットで、はい、たまたまちょっと沢付きの敷地内に沢があるところをずっと探して、はいはいはい、でちょっと目つけてたところが2年前に急に半額になった時期が、いきなりでもう速攻友達とも電話して、ちょっと見に行っていいですかって言って、で見に行ってもその場で買います。買ったんですね。はい。割ともう本当平らで、うん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 、もうここみたいな傾斜ないんですよ。結構平らなところ。じゃあ、まあ、区画的にもちゃんと仕切られていて、ある程度仕切られてるか。仕切りはないんですけど、結構平坦なところで車も横付けできて、うんうんうん、でもまあ周り本当なんもなくて、はいはいはい、近くに牧場があるぐらいで。牧場。あ、なるほど。で、竿もついてるんですか？竿もついてて、結構あれですか、ちゃんとしたこう川。まちょっと多分1メーター2メーターぐらい。そうです、2メーターぐらいの。音も聞こえる。音はもうバリバリ聞こえます。あ、それすごいじゃないですか。
なんでも夜とかなんか温泉の大浴場を使ってるみたいな、まあチャラ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 って聞こえるから、でまあ周りなんもないんで静かなんで。ちなみにあの近くにこう家とかあるんですか？はもうないです。あ、ないですか？はい。まだじゃあ開拓されてないっていう？もう全然ないですね。まあちょっと行けばあるとは思うんですけど、はいはい、なんか隣のところにもう何にもない、それも500坪ぐらいの土地なんですけど、なんか真ん中になんか釜風呂っていうかな、五右衛門風呂がドーンって置いてある。え、それだけ？隣の人は五右衛門風呂入りに来てるらしいんですけど、まあ、まだ一回も会ったことないんですけど。すごい遊び方してますね、その人と。もう何にもなくて、まあ、薪はもうめちゃめちゃ積んであるんですけど、え、もうポツンポツンと五右衛門風呂で、まあ、ちょっと荷物置くなんかちょっとちっちゃい小屋みたいなのあるんですけど、もうボーンと置いて、買う前にすごいと思って。本当っすね。はあ、そのうちサウナとか建つんじゃないですか？なんかやっぱ最近はなんかあんま見かけない、まあ、草もボーボーになってるんで、あ、あんまり来てないなと思ってて。じゃあもうちょっとずつ領土をねこう取り込んでいって、まあ、そうですね。できれば。はあ、そういうことですね。はい、じゃあもうもっぱらそこの自分の山林に行くことがほぼほぼなわけですね。はい、どうですかね、買ってこう、まあ金額もやっぱ金額なんで、うん、やっぱこう買ってよかったかどうかとかでいくと。そうですね、四季をちゃんと感じられて、うんうんうん、でまあ、自分で草刈りもするんで、うん、あ、それも込みで楽しいですね。でなんかまあ草刈ったりとか、まあ、木間引いてるといろんな発見があったりして、で次はじゃあここでやってみようかとか、次ここでやってみようかとか、まあ、いろんなこと考えながらできるんで、うん、まあ、そういう意味ではまあ面白いです。あ、ただ草刈りがむちゃくちゃ大変です。むちゃくちゃ大変、はい、もう笹がもうむちゃくちゃ出てくるので。あ、そうなんですね。この時期とかもう本当に2週間ぐらいで、まあ結構な感じで生えてくるんで。あ、じゃあもう2週間に1回はキャンプするんだったら刈らなくちゃいけない。いや、まあちょっと面倒くさいんで、うん、1ヶ月1回ぐらいで自分のやるとこだけやるんですけど。それはあれですか、こうウィーンってやつを持ってて。そうですね、それ買いました。あ、そうなんですね。いや、すごい な、まさか山買った人だと思わなかった。なんかな、ね、キャンプやるんだったらもう買っちゃった方が自由にできるよねっていうので、なんか勢いでいい話を聞かせていただきありがとうございます。ちょっとじゃあ、あの今日はベスト10ということで、あ、はい、あの前置きは長くなりましたけども、じゃ あのベスト10からお願いします。はい、はい、10位と9位が一緒なんですけど、はい、それはスノーピークの、はい、パーソナルアルミクッカーかな。パーソナルアルミクッカー、はい、ほうと、イーグルプロダクツの、うん、ケトン。はい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 。あ、中に入れてたんですね。あ、そうですね。これがまあちょうどなんかシンデレラフィットする。本当だ。ぴったりもいいとこレベルのぴったりですね。はい、すごっ。これはもう結構始めた当初ぐらいに買って、うんうんうん、でずっと使ってます。どちらも、はい、うーん、やっぱ気に入ってますか？これはなんだか、使いやすい。そうですね、いろいろクッカーもなんか買い足したりもしたんですけど、うんうん、結局なんかこれを出して使っちゃいます。じゃあその調理をするときはもう基本はこのそれでやる？そうですね、もうこれがあれば、うーん、煮たり焼いたり、そうですね、炒めたり、はい、まあフライパンとかもあるんですけど、うんうん、たまにこうやるぞっていう意気込んだ時以外はもうこれにします、うんうんうん、基本ね、はい、なんでこれがまあ使いやすい、うんうんうん、でこれもまあニコイチで入るんで必ずこれも持ってって、はい、うん、でなんかお湯はこっちで沸かして、うんうんうん、っていう感じで。なるほどね、そういうことですね。まあ見た目も可愛いのでこれ使ってます。なるほど。じゃあ第10位9位がそちらの2つということで、はい、ありがとうございます。じゃあそのまま、はい、第8位をブッシュクラフトエッセンシャルズの、はいはい、焚き火台なんですけど、焚き火台、ちっちゃい焚き火台なんですけど、はははは、は雨の日とか、はい、なんか撤収前とかに、うん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 、なんかサクッとできるように。はは、はあ、じゃあ普段も焚き火台2つ持ちで？あ、持ってます、ね、うーん、あ、もうそれで終わりなんですね。そうですね。
はい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 。あ、ネイチャーストーブ的な。はい。ちょっと汚いですけど。はあ、はあ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 。ああ、なるほど。はい。あ、まあ重さ的にも、ね、軽いですね。うん、重くなくて。でまあなんか近くに枝落ちてたら枝拾ってきて。はい、はい、はいはいはい。でまあそれで火がすぐつくし。うん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 。で、五徳もついてるわけですね。そうですね。五徳もついてるんで。よいしょ。はあ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 。めっちゃ手が汚れた。はい。なんでこれでお湯沸かして。はあ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 。いいですね。すぐ沸きそうですね。結構火が。そうなんです。上にバンバン上がって。これも、なんでも、朝飯とかもこれ。ああ。なるほどなるほど。で、なんか火がつきづらいときは、うん、なんか 雨降っちゃったりとかで薪が濡れてるときは、はい、よいしょ、はい、ここにこれをかますんですけど、はい、でこれでここにアルコールストーブを置いて、あ、薪じゃなくて、はい、アルコールストーブで、はい、でも料理ができる。なるほど、はい、で下高さちょうどよくて、そうですね、さっきのごとくつけたら上に置けて、はい、なんでこれを、これはかなり重宝してます。じゃあ第8位がこちらの焚き火台と、はい。ありがとうございます。はい、第7位がこれですね。テオゴニアの、うんうん、焚き火バサミです。王道です、ね。王道ですね。これはもう長いですか。長いですね。もうずっと使ってて、まあ何でも使えるし。うんうんうん、まあ、直火の時も使えるし、まあ、ほんと何でも重宝してて、うん、あと野営とかすると虫とかめっちゃ来る、はい、虫をこうつまんでポイってそういうことですね、はい、手触りたくないですもんね、直接。なのでこう毛虫とかもこれでポイってできるんで、はい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 、これは本当にもうかなり使ってます、はい、今までこう他のトングとかも使わずもずっとこれって感じですか。いや、他のトングもちょっと手出したんですけど、うん、なんかこういう形のトングとかは、うんうん、なんか支点がここにあるんで、こう薪が持ちづらかったり。ああ、そういうことですね、はい、一般的なこう、あ、そうですね、園芸用のみたいなのありますもんね、はい、あれはちょっと使いづらいな、うん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 、なのでまあこれを、なるほどね、こっちにしたいということですね、はい、ありがとうございます。じゃあそのまま行きましょう、はい、第6位、第6位はこのマグカップ。おお、それめっちゃいいじゃないですか。これはブッシュマンクラフトっていう、これエマルコクラフトのエマルコっていうポーランドのなんか100年ぐらい続く工場で作ってるホーローマグで。ホーローマグ、はい、結構入りますね。結構入ります、大きめのやつで。はあ、いや僕今もうほんとまさに大きめのマグをずっと探してたんですよ。うん、でなかなか見つからなかったんですけど、これもう多分帰り買ってます。これめっちゃいいです。これ普通にネットでどこでも買えますか。あ、ネットで買えます。アマゾンとか。アマゾンで買えないですね。うん、楽天とか。ブッシュマンクラフトのサイトで買えます。あ、通販サイトあるんですか。はい。ああ、ちょっとじゃあ後で見ておきます。でこれも後ろにも絵が入って。でまあ直火もできるし。あ、そうかそうか、ホーローだから。はい、で冬とかはもうこれスープとか入れたりとか。うんうんうん、うん。でもうそのまま温めておけるし。なんでまあものすごい重宝します。めっちゃいいですね。これ何ミリリットルぐらい入るんですかね。これどのぐらい入る。500ぐらい、500ぐらい入ります。そうですよね。だ今の時期とかは氷ガンガンにして、うんうん、これでハイボール飲んだりとか。うわ、もう最高じゃないですか、はい、はあ、これはむちゃくちゃ重宝してます、これはいろんな色とか柄があるんですか。これは2種類、もう1個ちっちゃいのがあって、うんうん、ここ取っ手が赤のやつがもう1個、ここっすね、はい、もう2種類ですね。ちょっとじゃあどっちの色か買っとくんで。そうそう、まあ、両方、僕両方持ってます。両方持ってるんですね。で、まあ、気分で、はい、持ってくる色変えるんですね。でも基本的には大きいの使ってます。あ、1個はちっちゃいのなんですね、はい、なるほど。じゃあこちらが第6位と。第6位、ありがとうございます、はい、次は第5位、はい、第5位、イギリスのカジヤがハンドメイドで作ってる、イギリス、はい、スイングアームクッカーって言うんですか。このこれ、はい、これです。この今引っ掛けてる、ほう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 、これなんですか。そんな風になるんですね。
まあ、これで、おなんかまあ場所をあんまり選ばず、ほう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 、これでもここに置いて調理ができたりとか、保温したりもできるし、はい、実際火もかけられるし、実際に近くにして火もかけられるし、あでこれ高さがこうやって自由に変えられるんですね。そうですね、自由に変えられる。あなるほど。でぐるぐる回ると、はい、で基本的にここに物をかけたりとかもできるし、まあ、料理するときはここで料理もできるし、でこれはコンパクトになるんで、これ全部外せるんです。なるほどね。あでここを打ち込むんだ、まあ、これも打ち込んでるんです、はい、はなんですごいコンパクトになるんで、まあ、バッグに入るんで、これも重宝してます。基本的になんかあんまり枝が落ちてないところとか、なんかそういうところだと、はい、まあ、これ使って、これもあるとむちゃくちゃ便利な、便利ですねこれ、はい、でこれもう一度イギリスの、イギリスの鍛冶屋がハンドメイドで作ってる焚き火ハンガーなんですけど。じゃあこれ輸入して買ったってことですか。もともとちょっとコロナ前に、はい、まあ、そういうなんか個人で多分輸入してるかなんかでなんかサイトがあって、はいはい、でそこで見てたらあって、でそこで買ったんですけど、まあ、ちょっとなんかコロナで閉鎖しちゃったんですけど、ね、あそうなんですか、はい。でも今はまあどっかで探して買ってくれと、どっかで手には入ると思います。ちなみにおいくらだったんですか。これ多分1万円しなかったぐらいです、ね、当時は。当時はこれも毎回持ち歩いてます。まあ便利そうですね。これはすごい便利です、うん、ありがとうございます。はい、じゃあ第4位を第4位お願いします。ランタンです。あランタン、あどっち来るかと思ったらそちらでしたか、はい、フェアハンドの、はい、75。これめっちゃレアじゃないですか。そうですね、これもこのサイズだって売ってます。相当珍しくないですか。これ3年前ぐらいに買ったんですけど。あ3年前はまだ売ってたんですね普通に。当時で4万8000円ぐらいで手に入れました。あその中古、はい、これもなんか個人輸入してる人がいて、はい、サイトがあって、そこもなんかコロナの影響で、はい、なんかなくなった。サイトがちょっと今やってないっぽいんです。あそうなんですね、はい、逆になんかこうコロナでアウトドアこう盛り上がった感じはありますよね。多分輸入系が多分いろいろ難しくなっちゃって止まって、はい、なるほどね。もう売るものなければどうしようもないですもんね、はい、あなるほど。ちなみにこれとこれは一緒に買ったんですよ。あそうなんですか、はい、こっちはこっちは、はい、176E フェアハンド、はい、フェアハンド。どっちもなんですね。これも結構安かったと思います。2万円ぐらいぐらいで買ったんです。はい、昔から使われてるやつですね。これはもうあるとやっぱ見ながら飲める、うん、そうですね、かわいい。いやもう炎はもうロマンスもんね、はい、じゃあ基本はこの2つ持ちで行くんですか。車にいつもいろいろランタン、まあ、他にもいっぱいあるんですけど、はいはいはい、積んどいて選ぶ、まあ、気分でもチョイスして。ちなみにあの他だとこうなんかオイルランタンですか。もうオイルランタン全部オイル、はい、ペトロマックスのちょっとちっちゃいやつ、ね、はいはいはい、とかあれもちょっと高いですもんね。ちょっと今高いですね、うん、あとこっちもあるんですけど。あ、本当だ本当だ。275です。あ、その一般サイズですね。あ、そうです。フェアハンドの。フェアハンドの1個前かな。ちょっとタンクがちっちゃいタイプ。あ、そうなんですか。はい。で、276も車の中に入ってます。はい、あ、そうなんですね。じゃあフェアハンドばっかですね。フェアハンドばっかりです。いい味ですもんね。そうですね。なんか使ってると味がすげえ出てくるんで、うん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 、まあうちはあんま手入れもせずに、うんうん、まあ、ちょっとやれていく感じを、うんね、ちょっと楽しんでます。そうですね。はい。もう汚くていいんですよね。汚くていいです。わかります。ありがとうございます。じゃあ残すところあと3つになりました、ね。あと3つ。はい。はい、第3位を。第3位。お願いします。今座ってるんですけど、このブランケット。あ、これ。はい。このウーリーマンモス。ウーリーマンモス。はい。へえ。のブランケットなんですけど、はい、夏でもこうやって座ったりとか。うんうんうん、あとはまあちょっと肌寒かったらかければいいし、うんうんうん、まあもちろん冬もガンガン使えるんで、うんうんうん、まあ、常にこれは持ち歩いて、毎回必ず持って、毎回持ち歩いてます。うーん、何でも、まあ、ブランケット1枚あると何でも使えるんで、うん、まあ確かに、はい、敷くのもいいし、かぶ、ね、着るのもいいし、なんでまあこれは必ず持ち歩いてるようにしてます。これはあの どこの国のメーカーなんですか。これはアメリカの。アメリカ、はい。ちょっとこう軍もミニタリーとかそっち系ってことは、ね、そうなんですかね。なんか結構アウトドアブッシュクラフトやってる人たちが結構海外の人たちが使ってる、あそうなんですね、ので見たことあって、あそれなんかこれ欲しいなと思って、うん、それでまあちょっと個人で買ったみたいな。
それこそこうブッシュクラフトのこう細かい色の道具とか、はい、なんかどこで情報収集してるんですか。基本インスタ。インスタ。インスタです。YouTube ではなくインスタ。YouTube そうですね。YouTube はそんなに見ずに頻繁には見ないんです。じゃあインスタでその海外の人とかのフォローして、はい、ハッシュタグとかで辿ったりみたいな。あ、そうです。あ、なるほどね。なんかまあ。わ、なんかこれすごいかっこいいなと思ったらそれをたどってって、うん、なるほどなるほど、探してる感じ。気づいたら家にあるっていう。そうですね。あ、ここなら買える。ああ、そういうことですね。はあ、はあ、そ、まあ、その探していくのも楽しいんですけど。じゃあ第3位がこちらのブランケットということで、はい、ありがとうございます、はい、では第2位お願いします。第2位は、はい、あとこれですね。あ、これタープ。タープですね。あ、じゃあちょっとせっかくなんでいいですか。ほう、これまたこれがブッシュクラフトスペインさんのそこっすね、はい、ロゴがオイルスキンタープ。オイルスキンということはオイルをが染み込んでる。結構重たそうっすね。結構重たいっすね。そうですよね、はい、しかも触った感じオイルっすね。オイルっすね。買った当初はもっとオイルだったんですけど、ね、あ、そうなんですね。まあ、コットンなんで、まあ、下で焚き火やっても穴が開きづらいのと、うんうん、でまあ、オイルがしてあるんで、うん、まあ、雨降ってもまあ染みてこない。なるほどね。これは今これなんていう貼り方で。これはなんかビークティピー貼りっていう。ビークティピー、はい、要するにここ両サイドをこう中にすぼめてるってことですね。そうですね。ダイヤモンドは開くこれに、はい、けどそれをしぼめる、はい、いつもこれですか。最近はこれですね。これがいい、うん、なんかまあ中も結構広いんで。はいはいはい、はい、まあまあ確かに確かに、はい、で雨も、まあ、タープ一枚雨もしのげて、うん、まあ、中も空間もできて、うん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 、なんでこれにしてます。今行き着いてるわけですね、はい、これ なんか正方形。正方形ですね。で何メーターぐらい。 3×3 だと思います。 3×3、はい、3×3 でも結構広いんで、うん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 、ちなみに他にテントとかお持ちなんですか。テントはいろいろあります。いろいろある。冬になると、はい、ポーランド軍のポンチョテントと、はい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 、とまだなんかまあソロドームとか。ソロドームバンドのソロドームとか、 あとはノルテントのギャム4とか、まあ、大きいのだとバランゲルドームとか、うんうん、最初ヘルスポート の、はい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 、あのテントめっちゃ買ってたんですけど、なんか設営が大変だったんで最近あんま使ってないんですけど。これだったらこう、まあ、どんぐらいでできるものなんですか。設営、はい、設営な多分慣れたら20分ぐらいとかで、はい、これその辺で拾ってきたんですか。あ、さっきなんかそこに落ちてた。あ、そうなければポール使うんですけど。あ、一応持っといて、はい、なるほど、はい、まあ、タープはいろいろ多分形できるんで、うん、まあそうですよね。なんか面白いなと思って、うんうんうん、重さ的にはこれどうなんですか。これ結構重いんですけど、うん、なんかまあかっこいいからいいかな。まあ確かに、はい、柄もいいですねこれ。そうなんですよ、ね、なんかそれが気に入ってるんで、うん、柄と質感もすっごい遠くから見たらあ、今日 DD だと思ったんですよ。あ、 DD っぽいなと思ってすごい遠くから見るとしたら、でも近くで見たら確かに全然違いますね。 DD もあるんで、 DD でもたまにやります。あ、そうなんですね、はい、めっちゃ持ってますね、いろいろ。なんかいろいろ買いましたコレクションが揃ってきますね。なんですけど、まあ、だんだんシンプルにはなってますけど。なるほどね。じゃあこちらが第2位と。第2位です。いうことで、はい、ありがとうございます。第1位はもうどう考えても中ですよね。そうですね、そうですよね、中ですね。第1位、はい、よいしょ。第1位はこれザックス。あ、ザック、はい、はあ。これヒドゥンウッズマン。あ、ここ置いてください。これはどこのですか。ヒドゥンウッズマン。ヒドゥンウッズマン。ヒドゥンウッズマン、はあ、は、アメリカの。アメリカ、はい、何リッターぐらいですか。これ60リッター入ります。60、はい、結構入りますね。見た目かなり入ります。じゃあこれに、まあ、基本これは全部入る。入ります。で、まあ、車から下ろしてガンガンこれで攻め。あ、そうですね、攻め入るわけですね、はい。まあ、マットとかはちょっと外付けしてるんですけど、それ以外はもう基本中に全部入る。うーん、
これのなんかこう気に入ってる、まあまあ、もちろんこうデザイン性とかはもちろんだと思うんですけど、まずデザインと、はい、あとまあフレームがあるんで、あここ、はい、本当だ、だ結構重たくても、はい、こう腰で背負えるっていう、あしかもここもちゃんとした、はい、これ痛くないんですか背中、これ痛くないです、まあ、これがここがある、あそうか、こことここで、そうです、 しかも蒸れないですね、そうです、ちょっとからってみていいですか、はい、いいです、ずっしりですね、なんか重たいものでフレーム入ってないと、うん、なんか肩がグリグリして、そうですね、確かに確かに、はい、なんですけどフレーム入ってるんでこう腰で背負えるんで、はいはいはい、はい、結構重たくても大丈夫、へー、いいですね、じゃあこれが第1位なわけですね、第1位ですね、まあ、ほとんどこれ使ってる、はい、これでこれあのバッグ単体でも それなりの重さありますよね、 あそうですね、フレームが重いんで、そうですよね、はい、がっちりですもんね、はい、なんですけど、まあ、フレームのおかげでまあ全然、うん、まあ、持ちやすさが、はい、持ちやすさがあるなって、あるわけですね、はあ、これ一番重宝して、お気に大のお気に入りなわけですね、そうですね、まあ、基本的にバッグ1個でいける、うん、勝負してるんで、なるほどね、これがまあ一番になる、相棒なわけですね、あそうですね、今 ありがとうございます、ちょっとじゃ あのせっかくなんでもう少しいろいろ聞きたいんですけど、はい、それ靴かっこいいですよね、それどこなんですか、